これは今日の放課後ぼっちんちでリベンジマッチだな。ああそれは無理だ、俺とぼっちは小島の特別補習があるからや。くっそ、また小島かよ、俺らの学生生活邪魔しやがって。だいたいよく教師なんてやってるよな、勉強の実績で頭おかしくないじゃん。確かに、ぼっちゃんよ。よし、全員席につけ、ホームルーム始めるぞ。ギリギリ聞かれてないか。はい、多分セーフです。ホームルームを始める前に今日は勉強のしすぎで頭のおかしくなった教師がお前らの得意な荒野行動で相手をしてやろう。完全に聞かれてましたね。てか、ちょっと蹴れてないか。まあ、でもゲームできるみたいだし、いいんじゃないですか。本来このゲームにおいて人数差は大きなハンデとなる。しかし小島には関係なかった。銃を相手に素手で倒し挑発、瀕死状態の生徒の前で踊り挑発、最大限まで挑発をした後一度も死なぬまま完全勝利したのだった。先生、俺たちの負けです。勉強だけなんて言ってすいませんでした。むずいでしょ。お前たちがここまでセンスのないどうしようもない奴らだったとは正直驚いた。にしてもどういう風に生きてくればここまで下手になれるのか逆に教えてもらいたいくらい。あ、悪く言ったこと謝ったじゃないか。そこまで言われんのかい。そうだよ。ああ、すまさん、笑っちゃ失礼だな。困ったな、お前たちの顔を見るとつい失礼。それからというもの小島は俺らの顔を見るたびにバカにするように言った。トイレでも。あんなに下手でも正面は出るんだな。これは驚いた。授業中でも荒野行動をプレイする4人のM 君、A 君、Y 君、H 君がいました。でこの中で、めちゃくちゃ下手だったのは何人かというのか。正解は、全員めちゃくちゃ下手です。エレベーター。失礼します。お前のようなゲームの下手くそなやつでもエレベーターを使わせてくれるこの学校は寛大だな。昼休みでも。いただきます。なるほどなるほど、こういう食事をとってるとゲームが下手になるんだな。勉強になるよ。ああ通りで下手なわけだ。皆さん、このままあの人にやられっぱなしでいいんですか。いや、悔しいけどあいつの強さは段違いだしな。だとしてもやる前から諦めてどうするんですか。どうやって勝てるか考えましょうよ。どうするかみんなで戦いましょうよ。お前の言う通りだ、ぼっち。やるか。やるしかねえか。はい、そうっすね。じゃあまずはどうやったら勝てるか情報集めましょう。はい。プロの情報とか受けするのもありかもしれない。それいいんだ、射撃場での訓練も聞きやすい。そうだ、確かに。よし、じゃあアイデア出し合って勉強しよう。力、そうっすね、頑張りましょう。よっしゃ、じゃあ絶対負けねえぞ。
けるぞ。いいいいしい、来ない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 。取り囲んだ、行くぞ。よし、撃てお前たちに悪く言ってしまったこと、謝ろう。すまなかった。しゃー！小島のやつざまあねえぜ。だがこんなんじゃ足りねえな。まだまだバカにしたりねえ。もっとバカにしてやろう。お、鬼山先生、どうかされたんですか。小島先生、噂で聞いたんですが、ゲームで散々生徒たちをバカにした挙句、返り討ちにあったとか。ええ、彼らは立派でした。小島先生、同じ教師として恥ずかしいですよ。ブラ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 。ただ彼らは私に勝ったのではなく自分たちに勝ったんです。ああ、どうしたら勝てるのか必死に考え、血肉にするため何度も練習をして、互いに励まし合い、教え合い、助け合い、眠い目をこすり努力をしたんです。彼らの体験したこの勝利はきっと今後の人生の手助けになることでしょう。だから彼らはゲームに勝ったのではなく自分たちに勝ったんです。まさか彼らに成功体験をさせるためにこんなことを。私は不器用なのでこんな形でしか彼らに教えることができないんです。それじゃあ失礼します。マジかよ。